訴状などによりますと、国がワクチン接種を新聞広告や CM を使って広報し、接種を強力に推し進める一方で、重篤な後遺症や死亡例などのマイナス情報については、国民に事実上広報しないまま推し進め、被害を広げたことへの責任を問うとしています。ワクチンを打てばそもそも感染しないとか、言ってましたね。その中でも特にひどかったものは、厚労省のインチキデータを使っての広報活動です。副反応に、心筋炎の症状が出始めたので、こんなグラフを出して接種を推進しました。突出してるのは新型コロナにかかった際の心筋炎の頻度です。ワクチン接種での発症頻度はめちゃくちゃ少ない。コロナにかかったら心筋炎のリスクが高くなり大変だと思っちゃいますが、実はこれインチキなんです。小さい字で書いてわかりにくいのですが、分母は入院患者の数。そのうちコロナで心筋炎にかかったのが4人。デタラメな比較をして4人を834人に見せて恐怖を煽っているのです。実はこのグラフを使ったパンフレットは医療機関にもばらまかれ、ある朝出勤すると私の机の上にも置かれてました。現場の人間も騙そうとしているのか、このインチキデータを利用した河野太郎の広報活動をどうぞ。新型コロナウイルスに感染すると心筋炎、かなりの割合、それから結構重症の心筋炎になる方がいます。ワクチンでも心筋炎になる人がいるんですけども、確率的にも小さいし、軽症です。ほとんどの人は回復しています。ですから心筋炎が、ワクチン打ったら心筋炎があって、また反ワクチンの人が騒いでますけども、それは全然気にすることはありません。次のインチキです。未接種を示す水色は陽性率が高いですね。接種の効果あり。しかしこれがまたインチキでした。陽性患者のデータはハーシスというシステムに入力していました。この時過去の接種歴も入力するのですが、このデータの取り扱いに問題があったのです。接種者だが、いつ打ったか不明だった場合、接種者なのに未接種者としてグラフを作成、インチキがバレて、接種日不明者を除いてデータを修正したのがこれ。しかも除いたデータは2回目か3回目に入れないといけない。接種者の陽性者がさらに多くなるので、以後はデータ隠蔽。河野太郎はこのインチキデータをそのまま引用し、広報活動を行った。岸田文雄も乗っかる。悪い奴らは天使の顔して恋でるものさ。